マハヤチャ駅は、大王国中部、サムットサー高温県ムアンサムットサー高温郡にある、タイ国有鉄道メイクローン線の駅である。ターチイン側の東岸に位置する。メイクローオン鉄道の西側区間の建設に際し、ターチイン側への架橋は見送られ、東駅と対岸のバーンレーム駅の間は、都線で連絡することとされた。架橋はその後も実現しておらず、 メイクローン線は、分断区間を都線で連絡する形態が続いている。駅構内は行商人らが市場として利用しており、線路上まで店舗が設けられている。ただ、観光コースにまでなったメイクローン駅と比べると、当駅は列車発着本数が多いこともあり、線路上の店舗は、やや少ない。1九百五年一月四日に、民営ターチーン鉄道として、 クローンサーン駅マハーチャイ駅が開業し、1908年10月6日にはメイクローン鉄道に吸収合併された。1942年から1945年の第二次世界大戦中止鉄のメイクローン鉄道は、軍事管理下に入りその後1946年5月8日に国有化されたい国鉄の駅となった。片面ホーム、島式ホーム各一面。 着発線2000線の地平駅。ホームと着発線を覆う屋根が設けられている。着発線の他に校内には何本かの側線と、研修庫が設けられ、メイクロ温泉東側区間の車両基地となっている。研修庫には、リフティングジャッキが備えられ、台車や床下機器の着脱を伴う作業にも対応する。配置車両は、かつてはメイクロ温泉用の申請者もあったが、 2000年代以降は、打線区から転属したステンレス製、ディーゼルカーが主力となっている。ほとんどは、非冷房の3等車であるが、冷房不二等中間車も、少数含まれており、一部の列車に組み込まれている。AB、鉄道ピクトリアル2000年6月号、P102 から103、P106 から111。ありがとうございます。